お迎えみたいなのに参加して、本当にたまたまです。あ、それでも悪いすごい教えるないわ。よう忍ぶ仮の姿でいつも遊んでるからずるいよそんなの。これからやるんだっていうのはね、まあいろいろ含めて、あのお店の店子さん、はい、この量の麦茶それで飲む？あ、飲んでいたっぽいから飲みすぎかな、全然ね。個人的ニュースありますか？最近ちょっと気になる人ができました。おお、客？うん？単調的に言うだけど客？ちょっと遠いんですけど。遠いの？毎日通話とかして。それは何、遠距離みたいな感じぐらい遠い？そうです、ね。どれぐらいの距離感？結構。大阪とかそういう感じ、うん、会ったことはあります。どこで知り合うの？お迎えみたいなのに参加して、ツイドルの人が会を開いてて、自分が参加して、何それ行きたいちょっといい感じになって、今でもずっと通話してるみたいな。それはもうどれぐらいの期間あって電話したの？2ヶ月。脈ありそう？そう、ありました。いいじゃん、もう告知前あったら次どうかなーなんてちょっと。それはさ、どういう会話するの？ずっと大阪で自分旅行行くって決めてて、うん、その時に、うん、ほぼずっと一緒にいる。じゃあ大阪に会いに行くんだ。そうです。それにしても最近の若い子みんな髪の毛これね、ベンベンベン。でももう確信あるんだったら何なのそれ、のろけやん。口なんか聞いといてね、急にね、おいのろけじゃん。私らはあくまで個人的ニュースって言っただけなの、恋愛を話してたっては言ってないですからね。恋する女は嫌いさ。これからね、クリスマスもありますしね、うん、すごく楽しみですね。わかりますか、個人的ニュース。ずっと麦茶飲んでるけどね。ボドアメ買った方がいいんじゃない？本当に昨日、はい、セクトしたじゃあ、それはしてる。それはしてるの？タテンさんのママさんとご飯に、うん、居酒屋に、はいはい、じゃ次どうするって、別に何とこでも持ち帰られる気だったんだけど。最初新宿の居酒屋だったのに、うん、次なんか米田コーヒー、まあ、ちょっとカフェで収益して、じゃ次どこ行くってなって2丁目行くってなっちゃって、うん、そのお店がそのママさんと僕ズミのお店に行って。共通のズミってこと？あ、ちょっとね、2丁目で飲んだゲイバーのママさんと僕ズミだって、たまたま行ったところが、あんたママキラーな。ちゃ、その人が悪いのだって。どうよ、聞きましょう聞きましょう。でも2丁目僕3月ぐらいからなんですけど。じゃあまだね、そんなに。そう、その時になんかダイモンとかでハウリングしてる人が29歳で会いましょうって言われて、うん、29歳向こうがね。そう、29かも。そこは濁わしときましょう、うん、特定されるとあれなんで。でも私も特定しようとしてるよ、うん、ね、なんか休みが火曜日しかないと、うん、う、火曜日休みの、うん、すごい珍しいなと思って、ワンチャン店子さんかなみたいな思ってて、会ってお話ししてると、実は店子してるんだみたいな、で年齢が実は何歳なんだみたいなの言われて、うんうん、最後まで隠し通すよみたいな。え、店子だ結局。え、ママでした。え、そこのママとズミだ、ズミになったと。その時にあそことはやって、昨日の人とはやれてない。そうね、だから今日持ち帰れる気だったのに、ドサンと持ち帰られないから一回見送るだけしてきなみたいな、うん、どうせ持ち帰られないからって。タクシー乗った場所だ、そこら辺で。へぇー、あ、しかもこの見送り的なもその一回ズミだったママに言われた。あ、言われて、あ、何それ、ウケる。これで分かったのは、あんたはママキラーってことね。違う、たまたま、たまたま、本当に本当にたまたまです。あ、その人が悪い。すごい、それが悪いらしいです。ママが何もすんなよって。いいよ、いいよ、してばいいよ、ね、したいいんだけど、そのじゃあ最後まで隠してほしいんですよね。最初から言うか、もうそうで言うんだったらもう隠して。なんでママっていうの隠してほしいの？最初に隠したんだからみたいな。あー、なるほどね。でもね、最初にママって言うとね、近寄ってこなくなるのよ、向こうが。だからちょっとそれで隠したさはあるんだよね。経験者も語る。隠してました、私も。じゃあ、ご覧の、多分見てるママさん、本当に見て、本当にね、隠してください。怒られる、隠してください。多分持ち帰られたかったらしいんで、次回二人ともに怒られる。次回シーズン2やりましたね、お会いしました。もうね、可愛いたわごとですよ。なんで持ち帰ってくれなかったの？確かにの隠してるじゃんみたいなやつですね。結局なんか二人ともちゃんとやることやって幸せってことね。振られたばっかだからいい。あ、振られたばっかなの？はい。次から次へと出てくるね、なんか気まずい。そこら辺はね、まあ、ハッピーに終わらせましょう。はい、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。
あ、ここね。あ、なんかゴミみたいな。じゃあゴミって。資源ゴミの方ですか。事業主ゴミです。事業主ゴミ。セカンドストリートにも出てくれたハリス。ハリスだよ。アマゾネス第2朝でございます。どうも、はじめまして。いつもこんな格好で頑張ってます。いつも綺麗じゃないですか。これは私物ですか。全部で3000円ぐらいかな。これ私物。あ、そう、ちゃんとね、これ買ったの強パン。自分に合うサイズ。すごい。いや、プライベート使用するかどうか一回悩むんだけど。これはなんでこういう今日は格好なんですか。あ、すいません、そんなわざわざ導いていただいたら、あの、今回アイソトープラウンジ、アイロカフェ、アラマスカフェ、アバンギャル東京、こちら全部系列店なんですが、合同周年ということで。あ、そうなんだ。今回はゲイというのをテーマにさせていただいてやってるので、まあアイソは王道なゲイ、うち、はい、アバンギャルド東京は破天場というテーマをね。ちょっと待ってね、ハリスもじゃあ私、あの、ちゃんと今日あの、なんかケツ割れ履いてるんで、あの、あ、そうそう、あそれから脱ぐとすごい、お尻前は一応ちゃんとある、ね、あるんだ。後ろがないです。後ろがないです。すごいですね。なるほど、アバンギャルドだからね、前衛的なことしていこうと思って。なるほど、アマゾネスダイアンさんはこれは、発展場というのが発展場、覆面待機何で笑うの。え、これはここだっけ。あ、でもここにも書いてある。あ、でもここ映せない。ちょっと大丈夫ですよ。あ、ほんとに。これは何ですか。あの、お天場の回数ですなんか細かいところまで、ね、はい、でもあとはお客様にいろいろ書いてもらったら。なんだろうな、ハリスはすごくおしゃれなっていう感じ。怖いわよ、でもこれも刺さるからね。刺さるからね、狂気を感じますね。エロくない？そういうのが好きな方からしたらドエロですよね。そう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 。後ろはどうなってるんですか？まだ穴開けてないんで、まだ見ないでください。こっち2日間連続なんで、今日穴開けると明日に響くんで。あ、じゃあ明日は穴開ける。開けるかも。あ、最終日はもしかしたら。でもこれは皆さんいいですか？焼肉便器なんでね。あ、ちょっと待って。そうですよ。これで、ここ、ちょっと、ここです。ね、これ大丈夫なの？ギリ、うん、あとはね、あの、皆さんのそういうコードをね、調べていただいて大丈夫だろうかね。ということで、個人的ニュースここから聞いていきたいと思います、はい、つい最近ね、ぶつかり稽古をね、ある方とさせていただいて、はい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 、私のことをしてたの、ダイアンって。おお、まあ、それでもいいよって言うから、やりましょうって言ってやってたの。おお、その時に私ね、あの、立ち会ってたんだけど、立ち会ってる時に向こうがさ、あ、いいですダイアンさんって言われたの。その時にね、チープが取れるかと思ったどういうこと？いや、私ほらいつも普通の姿でやるから、ダイアンだって知ってる人とやることないのよ。なるほど、なるほどね。なんだけど、セックスしながら、あー、めっちゃ気持ちいいですダイアンさんって言われた時に、あ、私女装だってちょっとね女だ、私、あ、私女だ、あれ生えてないんだっていう、ね、そう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 、ダイアンさんそう言われたことが結構。それは嫌だったんですか。嫌だっていうか、そこら辺全部ね、乖離してるのよ。あー、なるほど、ね、あのね、僕と私化けてるから、うん、分かりますよ。そうそう、そこのね、この共有点にさーっと現れたその人がいた時に、一回ちょっと泣いたから、ちょっと一回トイレ行ってくるねって言った。おー、うん、で、どうしたんですか。念じた、自分で。私は違う、僕だよ、僕だよ、私はない、僕私は今、おティンポです。そうそう、おティンポですって一応頑張った。でもね、その人とのセックスの約束も、私酔っ払ってる時に電話したらしくて、気づいた時には駅にいたの。今から向かうねみたいな。そうそう、今から向かうねって頭で必死に引き返して、あ、これからやるんだっていうのはね、まあいろいろ含めて事故だった。わかりますよ、やっぱり言われてほしくないですよね。長いセフレとかだと知ってる人はいるのよ、うん、長いセフレがいるんだ。ん何確かに初めてでは嫌だよ ね初めての人で。セフレって言い方良くないか。リピーターの方が、リピーターの方、そうそうそう、ちょっと汗ばむね、なんか。じゃあダイアンさんは、じゃあオスなんだ。あ、リバです。あなたと一緒だよ。よくご存知で。ついでにね、あの、私のね、 A 面の状態、すっぴんの状態で、私一回お風呂で会ったことあります。あ、でもやめてよ。でもそのお風呂はどこか言わない。どこの。うん、うん、そうだ、だったら私言わないわよ。あ、でもね、そうだね、そこらへん。声でかっ、びっくりしたわ。でも、普通のお風呂じゃないですか。あ、そうそう、普通のお風呂で、うん、バレてないなと思ったからお風呂入ったんだけど、隣でずっと仕事の話してから、これ、ね、声かけないとかと思ったけど、いやー、なんか言っちゃうの、言えない。ちょっと得だね、それバレないって。あ、そう、バレないのよ、ね、それずるいですよ。今度かけてくださいね。やだかけてくださいよ。いや、私、よう忍ぶ仮の姿でいつも遊んでるから。ずるいよ、そんなの、うん、で、あと、声色も変えるから、ちゃんと。おっす、おっす。
ちょっともう僕状態ですからね。あ、そう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 。はい、ということでハリスは私出させてもらったのいつだっけ1年ぐらい前、結構前、1年半ぐらい前かな、うん、あの時になんだかんだで出たら絶対連絡来るよみたいな話があったんよ、うん、あー、あった、彼氏募集してますって、うん、で一件も来ませんでしたそれは大変すいません。もうね、ずっと二人に言おうってずっと思って。でもこれはあの時私らも言ったんだけど、私もずっと動画中に彼氏欲しい彼氏欲しい彼氏募集してますって言ってるけど、一回も来ない。レコ来ないよね。本当に一回も来てないから。改めまして、ハリスにレコ候補したい方、はい、DM の方よろしくお願いします。でもね、なんで私にはないの？なんで？募集中募集中。あ、皆さんも募集中ですか？来年結婚するこちらまで。あの、こちらの方にまで書いてありますので皆様、あの今でーす。よろしくお願いします。ということでアバンギャルドというねお店のママさんがアマゾネスダイヤさんちゃんと喋りたいときは12時まで、12時以降荒れたい方は12時以降ということでね。で、ハリスもそこでね、僕はい金曜日います、ね、私四六時中います。でもね、分かんないよね、多分この状態でまず見て。まあね、変な人がいますあんた国力よ女子もお邪魔しますの精神で歓迎。